火祭りから法人山の殴り込み、見ねえってんな、寿司も食いねえな、江戸っ子だってね、神田の群れをご存知、三十石船に富士川の決戦まで、東海の遊興人に歯を唱える清水一家の大活躍を描く、またたび映画の決定版。帰るもんか、私は死んでもお前さんと一緒にいたい。おきく、おめえ俺が去らせたくて言ってるとでも思ってるのか。妻となり夫と呼ばれてまだ三月、おめえを愛しいと思わなかった日はただの一日もなかった。心底おめえに惚れてるこの仁吉が言うんだぞ。お前さん、よし、出来合いしたら飲みくらでいこう。面白いわね、やりましょうか。お、じゃあ、お、これで言ってくれ。さあ、いいか。やった、やっていってくれ、ぐっと。片井の商人を殺したからには、天下の座に事情を知って書けばよ。てめえも同罪だ。ここで、やれ。お、親分に指一本触れてくれ。ただじゃ済まねえぞ。黒駒の親分さんも清水のお貸し元も、どうかお控えなすっておくんなさい。清水一家の重さも置いてくれぜ。清水二十八人衆の一人、大佐の半五郎だ。明け野郎に来て、清水港を鬼より来い。大政小政の声がすると歌の文句でおなじみの小政兄よ。いや、喧嘩というならこうしてするんだ。清水二十八人衆が天下無敵の喧嘩道中に絡んで、恋と涙と痛快胸のすく殺走の剣、大映ならではの夢の配役で描く波乱万丈の黄金時代劇巨編、十丁富士。次郎長富士にご期待ください。